おはようございます。昨日の今日でございますので、特に変化はございません。特に新しくお話をするような内容もございません。本日は小池広報本部長より、皆様方にやっていただいております各種の世論調査についてのご披露というかご報告がございました。高い数字ではございますが、高い数字であればあるほど慢心を戒めていかねばならんという、これもいつものお話でございます。中央政治大学院長河野議員より、演説力コミュニケーション能力向上講座を、開設するというお話でございました。何かご質問があれば受けたまります。はい、沖縄政策協議会、中山氏が出席しました。テーマは、残りの小さく難しいというような認識をしたいと思いますけれども、この点を与党としてですね、これは今後、埋め立て申請がいつ行われるか、それは政府の行政行為でございますから。一つの事務的な事実行為というのかな、事実行為ではないな、の届け出、申請というものがなされると。で、それを受けた形で沖縄県知事がどういう判断をされるかということは、今私どもがいろいろと予想しうることではございません。そこへ参議院選挙が7月にあると。で、そこでどのように党本部と沖縄県連とのすり合わせをするかということが一つのポイントだと思っております。一日も早い普天間の危険性除去ということについて誰を一人異論を持つ者はいないと。そして沖縄の過度に集中した基地負担というものを軽減せねばならないということも誰も異論がない。一方において沖縄県内でなければいけないというのは抑止力をどう維持するかということですから、そのことについての議論がいまだに十分行われているかどうか、そういうこともあろうかと思います。沖縄の負担を軽減せねばならないということと、普天間の一日も早い危険性の除去、この2点においては一致をしているのですが、この抑止力の維持という点についての議論をきちんとしていかなければこのことの答えは出ないと。で、沖縄県知事が言っておられることは、鳩山政権において、国外最低でも県外という発言があり、そのことを受けた形で自民党の沖縄県連も県外ということを主張している。そういう中において判断するのは難しいというようなご趣旨なのかもしれません。あるいは自民党がどうのこうのではなくて沖縄の総意としてそうだということなのだということは、よく我々として受けたまわればならないことでございます。で、そこにおいて抑止力の維持というのをどのように図るかという議論が十分皆の認識が一致しているとは思いませんし、特にこれはアメリカ合衆国のこの地域におけるプレゼンスの在り方をどう考えるかということですから、そういうことを詰めないままにですね、党本部としてこうだということを言い切ることは極めてまだ時期尚早であると思っております。埋め立て申請をするかどうかもまだ確定的な日付まで決めてあるわけではございませんので、今日の段階でどう思うかと聞かれてこうだというお返事は致しかねるところでございます。ここは優れて専門的なお話ですので、でここでできるとかですね、できないとかいうことを私の知見の範囲で断定できるだけのものを持ち合わせておりません。
これはいかなる能力をどの地域に置くかで、それがその例えて言えばヘリポート、それから固定翼機が降りるための滑走路から訓練場、それから、緊急時における収容能力、あるいは港湾、そういうものの近接性等々ですね、の一つ欠けても議論は崩れるものですから、の非常に精緻なお話になってまいります。のあまり断定的なことを申し上げることは、かえって抑止力の維持という点から良いことだと思います。よろしいですか。はい。